ジルコニウムという元素に特化をしまして、電子材料であったり重要部材の素材として多くの分野で当社の製品は使用されています。ほぼ 100% 海外から主原料は輸入してますから、それの安定調達ですとか、世界のあらゆる拠点のお客様に対して均一なサービスを提供していこう、そういったことをその中期経営計画の中で掲げているんです。世界の各拠点がこの機能的につながるためにシステムの整備統合を目的とした再構築をしないといけないということで、今のこの D バリューというプロジェクトを進めることになったんです。 SAP さんとのお付き合いはかれこれもう12、3年になります。 ECC6.0 でもサーバーを今回変えたということでレスポンスも非常に良くなりました。これで身の丈に合ってるんじゃないかという考え方もしてたんですけれども、コンセプトとしてはやはり10年前の考え方で作り続けてたシステムなんですね。体の成長、企業の成長に合わせてシステムも成長していくんだ、そういうコンセプトを持った ERP、 それが S/4HANA クラウドだということを認識しました。選んだ理由としてはやっぱりその、スピード感を持って展開できるというところが一番大きいと思っています。3ヶ月に1回機能が追加されたり、改善されていくということで、本当に比較にならないぐらい改善のスピードが速いんですね。今 IT の進化は以前にも増して速いですから、その一番新しい機能がクラウドファーストでどんどん組み込まれていっているということ、それを理解して使っていくというところ、大変ではあると思うんですけれども、同時にすごく楽しみでもあります。体を使うところから頭を使おうという形へのマインドセットのチェンジができてきてるんじゃないかと思います。現地法人でバラバラのように分析をしていたんですけれども、共通のデータを集めて共通の基準で分析することで、何がグローバルレベルで問題なのかというところが早くつかめるようになるんじゃないかと期待しています。基盤を活用して何をしていくかというのが重要だと思うんです。自動車業界にかなりこう軸足を置いてるんです。燃料電池を伸ばしていくとか、低地型の二次電池の分野で使用参入をもっと上がっていくとか、軸足をもっと増やしていきたい、そんなふうに思っています。